私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。娘と旦那と愛犬のチカ、みんなで楽しく生活してるんだけど、それが面白くない人もいるようで。金目当て、金目当て、それともイケメン狙い？いいよね、お金も持っててイケメンだなんて、本当に羨ましい。どうやってゲットしたのか教えてよ。その言い方は失礼じゃない？私の旦那は確かに社長さんだけど、彼の良さはそういうところじゃない。男に求めるのは金か見た目のどっちかでしょ。何言ってるの？結婚生活をするにあたって一番大切なのは内面。もちろん好みの顔がいいとか、必要最低限お金が必要っていうのはわかる。でも一緒に暮らしていく上で、性格が合わない人とは一緒にいれないでしょ。つまり私は性格で選びましたって言ってんの？そうだけど。その割にイケメン社長なんだ。性格で選んだ割にはイケメン社長と結婚って矛盾してない？彼の内面に惹かれたの。そうしたら彼は顔が整っていて社長だったってだけ。そんなの何とでも言えるよね。本当はイケメンがいいとか、本当は金持ちがいいと思ってたとしても、内面って言っておけば響きはいいもんね。何が言いたいわけ？もっと正直に言ってくれたらいいのにって話。正直に言ってくれれば私もすっきりするのに。だから正直に言ってるじゃない。私は見た目と金に釣られたヤバ女です。旦那の性格は最悪ですって言ってくれれば納得するけど。旦那のことを侮辱するのはやめて。彼は本当に素敵な男性なの。怒った怒った。旦那のこと愛してます。私は内面重視です。そういうパフォーマンス大事だけど疲れるでしょ。無理しなくてもいいのよ。あなたには何を言っても一緒みたいね。どうせ何を言っても信じるつもりがないんでしょ。信じるも何も。だってあんた嘘つき女じゃん。イケメン社長を捕まえておいて内面重視とかよく言えたものね。じゃあ私の旦那も性格いいからトレードしましょうよ。性格が良ければ誰でもいいってわけじゃないでしょ。私は彼とだから再婚を決意したの。ほら出た。じゃあやっぱり内面じゃなくて外見とお金ってことじゃん。そうじゃなくて、性格の合う合わないはあるに決まってるでしょ。そうやってへりくつをこねないで。ああ本当に嫌な人。噂でゆりさんとひまわりさんがなるみさんに何かすると怒るって言ってたから我慢してたけど、やっぱり無理だわ。本当に気分悪い。なんでなるみさんばっかり。え？なるみさん自分の容姿に自信があるでしょ。それに大手企業の役職者、挙句の果てにはイケメン社長と結婚？さぞ楽しい人生なんでしょうね。私は自分の仕事に誇りを持っている。それだけ仕事に打ち込んできた。それをあなたにとやかく言われる筋合いはない。それに今の旦那と結婚するにあたってもいろんなことだってあった。娘のことを考えて恋愛も結婚もするつもりもなかったけど、そんな考えを彼は変えてくれたの。いらないいらない、そういう話マジでいらない。私なるみさんのこと大嫌いだから。そう、別に無理に好かれようと思ってないからいいよ。そういうところが嫌いなの。じゃあどうしろって言うのよ。覚えてなさい。あんたなんか不幸になっちゃえばいいのよ。はあ、再婚する前はこんなことを言ってくる人ではなかったんだよね。まあなんか敵対視というか好かれてないのは分かってたけど、再婚してからそれが顕著に現れるようになったんだ。今度の旅行彼女も参加するから気乗りしないな。旅行当日。帰れ。は？あんたが旅行に参加すると気分悪いから帰れって言ってんの。それはお互い様でしょ。私だって正直いい気分じゃないわよ。じゃあ帰ればいいじゃない。子供が楽しみにしてるから。私あんたが来ると本当に気分悪くなるから帰って。イケメン社長を見せびらかしたいの？わざわざ連れてくるなんて。ママさんパパさんでみんな参加してるじゃない。わざわざ私だけそんな悪者扱いしないで。帰らないつもりなのね。帰らないって言ってるでしょ。本当にずうずうしいのね。そもそも泊まる部屋も別だし、自由行動してる時は一緒に動くわけでもないでしょ。そこまで一緒に行動するわけじゃないんだからいいじゃない。視界の片隅でも映ったら嫌だって言ってんの。あのね、そろそろいい加減にしとかないと。私も黙ってないよ。はぁ？今は手を出さないようにって言ってるけど、あまりあなたの言動がひどかったら抑えきれないから。何の話してんのよ。とにかくこれ以上変なことは言わないこと。私は本当にあなたのためを思って言ってるのよ。うるさい黙れ。私に指図してんじゃないわよ。自分の方が美人でお金持ちだからってそうやって私のこと見下してんでしょ。そういうところが嫌なのよ。
そうじゃなくて、あなたの態度は目に余るものがある。他のママさんたちも注意してるでしょ。他の人の注意なんて知らないし、これは私となるみさんの問題なんだから。だからって見るからに私に攻撃したり、子供の前で嫌味を言ったり、みんなそういうの嫌だって言ってんの。私そういうの気にしないもん。何を言ってもわかんない人ね。あなたと会話する気もないし、分かりたくもありません。そうやっていつでも自分が正しいと思ってるところが嫌いだから。自分が正しい、間違うことがない人間だとでも思ってんの？あんたはただの普通の人間、ちっぽけな人間なんだから。私自分が特別な人間なんて一言も言ってないんだけど、何勝手に逆恨みして熱くなってんのよ。もう勝った、今日という今日は許せない。いいこと考えた。何するつもり？今日はたくさん子供がいるわね。そりゃみんなお子さんを連れてきてるからね。もしかして子供たちに何かするつもり？もしそうであれば絶対に許さないよ。大丈夫、なるみさんのお子さんには手を出さないわ。私の子供には？なるみさんって正義感が強いでしょ。だから例えばこういう場合はどうするの？は？ああ、足が滑ってこけちゃう。近くに子供がいる、危ない。ごめんなさい、突き飛ばしちゃうかも。あ、ちょっと。ほらね、やっぱりなるみさんは子供を助けると思ったの。人目のないところで階段から落ちたらどうなるのかしらね。いった、何考えてるのよあなた。私がもしかばわなかったら、このお子さんは階段から落ちたのよ。大丈夫、なるみさんが絶対身代わりになるって分かってたから。階段から落ちたんだから骨折でもした？ LINE が返せてるってことは頭から落ちたわけじゃないのよね。残念だわ、大怪我してほしかったのに。あなたどこに行ったの？なるみさんと近くにいるってバレたら私が犯人だってバレちゃうでしょ。だからダッシュで移動した。そんなこと言ったって LINE のやり取りが。あ、残念でした。あなたが階段から落ちてわたわたしている間に全部送信取り消ししてます。子供をかばってなるみさんが階段から落ちる、私の計算通り。ねえ、どれぐらいの怪我になったの教えてよ。結構すごい音がしたから、それなりに怪我してると思うんだよね。旅行には行けない感じ。本当にありえない。もし私が間に合わなくて子供が落ちていたら、頭から落ちたりしたら命の危険があったんだよ。ましてや子供じゃなくて私だって一緒よ。頭から落ちてたら。頭から落ちればいいなと思ってた。今私がっかりしてるくらい。また階段から落とされたくなかったら、ちょっとはおとなしくしてなさい。あんたがやったことをみんなに言ったから。は？だからあなたが私を階段から突き飛ばしたこと、ママさんたちに言った。はい、嘘つ。証拠の LINE をさっき全部送信取り消ししたのにどうやって伝えるの？それともあなたただ LINE でバカ正直に言ったの？そんなの誰も信じるわけないじゃない。証拠の映像があるから。は？あなたは気づいてないかもしれないけど、ひまわりが後ろから動画を撮っていたの。はあ？なんでそんな偶然動画なんて。その動画をグループ LINE に拡散しているからね。ちょっと待って、本当に送ってるじゃん。やめてよ、あのグループ LINE 私の旦那もいるのよ。旦那さんに一番にお伝えしないといけない内容だからね。旦那さんには個別で送ってるよ。な、嘘でしょ。なんでひまわりが動画を撮っていたのかは本人たちに聞きな。もうあんたは絶対に許さない。グループライン取り消して、冗談って言ってよ。どうしてくれるのよ。ゆりとひまわりとメイカのライン。お前本当に調子に乗るなよ。うわぁ、なるみさん大丈夫ですか？血が出てます。平気なふりしてラインしてたけど、それなりの大怪我だったんじゃん。あとはあのグループラインのやつをどうにか言い訳だけすれば OK。 言い訳なんかさせませんよ。そうですよ、こっちは動画を撮ってるんですからね。そもそもなんで動画なんか撮ってるのよ。ゆりはなるみさんのことが大好きななるみさんのストーカーなんです。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。はあ、そうなの？だから何？あなたのことを調べ上げる過程で過去のことも全部調べました。あなたがどんな人間で、どんな性格で、どんな思考回路をしているのか、あなたのことを調べれば簡単にわかるんですよ。あなたの今後の行動パターンが。行動パターン？つまり私の行動を先読みできるってこと？そんな話信じられるわけないでしょ。現にあんたたちの愛しのなるみさんは怪我をしてるじゃない。なるみさん、動いてはいけません。血が出ています。
安静にしていてください。私がおんぶしますから、絶対に一歩も動かないでください。絶対にダメですよ。今日は何もしてはいけません。私が全部あーんって食べさせてあげます。それからお風呂も入れるか心配なので、私が手取り足取り全部。はいはい、そこまで。その話を聞く感じ、結構な大怪我なんじゃない？今日の目標は無事に達成ってところね。なるみさん、ダメです、動いては。いい君よ。逆向けで何を言ってるの、ゆりは。は？逆向け？だからダメです、なるみさん。動かずに安静にしていてください。さっき階段から落ちた時、逆向けの顔がピッてなって血が出たみたいですよ。それだけ？他は？頭を打ったとか、どこか骨折したとか、足を捻挫したとか。そんなのありませんよ。ゆりが無事にキャッチしてますから。キャッチ？さっき言ったじゃないですか。ゆりはあなたの行動パターンを全部読めるんです。なので今回私がちょうど動画を回していたのもゆりの指示です。ゆりはなるみさんが落ちてくる場所と時間を見計らって階段下で待ってたんですよ。なので、なるみさんは無傷です。なんで？無傷ではありません。なるみさんの逆向けから血が。階段から落ちた衝撃で血を出させてしまうなんて私としたことが。これは今日一日中看病しなければ。シャンプーは私がして、お風呂上がったらお洋服を着せて、食事も全部私があんして、次から LINE の返信は全部私がして、移動も全部私が抱っこするんです。やめなさい、絶対に怒られるから。嘘でしょ、階段から落ちたのに逆向け一つ。あとちなみに、あなたが突き飛ばしたお子さんはダミーです。ダミー？そっくりな子を準備しました。もちろん普通の子供ではありませんから、安心してください。あなたの命なんて簡単に奪い取るような、そんな特殊な子供ですから。はあ？ゆりはなるみさんのことが好きすぎるあまり、なるみさんに迷惑をかけた人は裏の施設へと連れて行くんです。その施設では当たり前のように拷問や治療の実験が行われてて、特殊な子供の構成や教育だったり訓練も行われているみたいなんですよね。じゃああの子供は本当に違う子？でも私、あの子がサキちゃんだっていうことを確認して、私が作ったマスクをつければ顔をそっくりにすることなんて簡単です。さっきから意味わかんないのよ。意味がわかる必要はありません。あなたはなるみさんに迷惑をかけました。だからあなたは私がここで排除するんです。もうゆりはすごく怒ってますからね、許してもらえませんよ。もちろん私だって怒ってますからね。うるさい、私に関わるな。なるみさんが怪我をしてないのは予想外だけど、グループラインをどうにか収めないと。みんな私を悪者に仕立て上げてる。旦那からも鬼のようにラインが来てるし。あなたは私が裏の施設へ連れて行きます。指の端から大きなヤスリのようなものですりおろしていきますか。もちろんそれだけではありません。すりおろした後は熱湯につけたり塩水につけたり、そしてあなたにはそのすりおろしたものを自分で食べてもらいます。それだけでは終わりません。体が植物のようになっていく薬を飲ませ、植物化をさせます。どんなにすりおろしても、あなたの体は数日後には元通りに戻る。あなたの体はなくなることがないので、永遠にすりおろされ続けてください。うわ、普通は体が終わったら命も終わりなのに、この場合永遠に続くってことだよね。何言ってんの、そんなことできるわけない。他にもいろんなものを用意しています。虫攻め、水攻め、あとは精神的におかしくなるように真っ暗な箱に入れ数日放置、朝から晩まで寝かせないように音楽を流し、寝ようとしたら水をかける。とにかくフルコースなので楽しんできてください。逃げる、私は逃げる。旅行になんか行かない。他のママさんたちに怒られるし、旦那にも怒られる。だから私逃げるんだから。逃げても無駄なのに、子供を階段から突き飛ばすなんて最低なことをした人は許しません。なるみさんは動いてはいけません。なるみさんは絶対安静です。ちょっとどうにかしてくれる、この子。私には無理ですよ。絶対に安静です。だってなるみさんのお腹の中には赤ちゃんがいるんですから。え、そうなんですか。いや、初耳なんだけど。え、皆さん気づいているものかと思っていました。気づかない気づかない、むしろ本人が気づいてないのに、なんで気づいてんの。それは本当なの。でも私、入籍するまではそういう。11月22日に入籍したんですもんね。もし赤ちゃんがいるなら10月中とかに。それはありえないよ。一応婚姻届を出すまではって。
え？着床したこと気づかないんですか？え？は？あ、そっか。普通の人はなかなか気づきづらいですもんね。なるみさんの行動を見ていたらわかります。あと匂いが違います。なるみさんとは別の生命体の匂いです。なんか私忘れてたかも。ゆりってこういう人だった。本当なの？ゆり。はい、 99.99% 間違いないと思います。そっか、1ヶ月ちょっとしたら病院に行ってみるよ。おめでとうございます、なるみさん。おめでとうございます。まだ全然実感湧かないっていうかあれだけど。もう少しやきもち焼いたりするかと思ったけど、案外普通だね、ゆり。なるみさんの子供、なるみさんの子供、なるみさんの子供、早く会いたい会いたい会いたい。これはこれで心配な気がする。おうかちゃんにもメロメロなのに生まれたての子供になんて。ダメだよ、食べちゃダメだからね、ゆり。なるみさんは絶対安静です。私が全部お世話しますから。それは勘弁して。そんな。その後、何の話だったっけ。ゆりのびっくり発言のせいでちょっと忘れかけてた。あ、そうそう、メイカさんね。彼女は逃げ出したけど結局逃げることができなかった。あの後家に帰ってきた旦那さんに散々説教されて離婚。他のママさんたちからも白い目で見られていたけど、彼女はすぐに行方不明になった。ゆりが裏の施設に連れて行ったんだろうね。彼女は今頃自分の体を削られ、それが再生し永遠に終わることのない苦しみの中にいる。しかもそれ以外の拷問も同時進行っていうんだから、考えただけでゾッとするよね。まあ全部自業自得だし、子供を危ない目に遭わせた彼女が悪い。あんなことをしてさすがに許すわけにはいかないもん。そして私のお腹の中に子供がいるっていう話だけど、検査は来月行こうと思ってる。まさかの発言に驚いているけど、ゆりが言うなら間違いないって思っちゃうよね。ゆりは楽しそうにベビー服を見てるし、旦那には何て言おうかな。来月ちゃんと検査をした後、旦那には報告しようと思うんだ。ねえ、気になるよ、ゆりの秘密。秘密？ちょっと前の話で言ってたじゃん、何か秘密があるんでしょ。どうしても知りたいんですか？知りたい。そうですね、もしどうしても早く知りたいというのであれば、メンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの？特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ、早く見たい。どうしても早く見たいのであれば、先ほど言ったメンバーシップで見れますので、他にも可愛い新キャラのモネちゃんも見れますし。何それ、私というものがありながらこの浮気者。しゃあ、ふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか、裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとかなんとか。え、何それ、気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたら、ぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ゆりの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。